ショート動画どうですかはいショート動画。ショート動画一<に>あ最近 TikTok とかが、うんうん、その最,最近なんかその、なんか女の子がなんか変な可愛いダンスみたいなのをやったりとかする動画ばっかりだったのが、はいはい、割とそのビジネス系というか、その、語るみたいなのにキャプションもついてるみたいな動画が、はい、まあまあ少しずつ出てきてるんですよね。 あれ僕もやってるというかやってもらってるんですけども、はい、結局自分がもうやりたいように話して切り抜きの人らが TikTok にあげるんだったらどうぞっていう風にやったら、うん、ちゃんと動いてるんであれはなんかね もう原材料の人間ですよね僕は喋<ー>ってる内容は完成品ではなくて、うん、テキスタイルなんですよ、生地なんですよ、それを自由に裁断して、カバンでも服でも何でも作ってくださいと、うん、だからもうぶっちゃけ僕が言ってることを歪めて伝えても構わないですよと、それは <laughs> いいんですかそれはなんか、数万のうちの1つだったら全く構わないですね。<ー>どううせももしし取材受けてて喋っ違うんですし まあ一緒ですよね。で僕がちゃんと喋ってもさっき話した論理の段階が追えない人間がいる限り、うん、誤読は絶対発生しますよね。うん、だから悪意ある。誤読誘導か、うん、善意の誤読かしか差がないんですよ。だったらばボスが十分であれば悪意の誤読っていうのはその中の毒としてまあ含まれるんだけどもまあ、それは刺激物程度かなっていう風うに割り切っちゃいました、ね。いまあまあまあわかりました。はい、そんな感じですね。はい そうで,すでもなんか、だからそのショート動画的なものは、なんか伸びそうな気がしてるんですよ、ちょっと。<laughs> うん、割と。それを自分でやるのまあ、あの、自分じゃないですよ。はい。もう、もともと編集チームあるんで。はいはいはい。まあ、編集チームがやってますけど、まあ、ちょっとずつ増えていってます。それなんか編集チームにやるよ、やらせるより、 僕みたいに、もう全く。い,いや俺、ね、俺、ちょっと嫌なんすよね。あれいや、気持ち悪いんですよね、なんか。はあはあはあ、気持ち悪いか。うん、うん、そこは、うん、なんか、ちょっと気持ち悪いですね。だって、儲けるためだけが目的で、切り抜きする人の方が信頼できません。善意を持って、ホリエモンの言葉を正しく伝えようと言って、何か面白くない動画を山のように作るよ。まあ、まあ、まあ。それはそうなんですけど。<laughs> うん あの人たちちょっと気持ち悪いんですよね。基本的に。なんでかなやっぱり炎上にさらされた回数の差かな。